被害のうち11月20日から1943年1月29日は、日本の海軍軍人、海兵57機。太平洋戦争時における爆撃機の名パイロットで、霞空飛行隊長、701空飛行長を歴任。被害式爆撃砲を生み出し、ガダルカナル島や艦爆撃等を敷き、多大な戦果をもたらした。 705空飛行長の三原源一少佐とともに立候隊の双壁と言われた。レンネル島沖海戦において被弾後、敵艦へ突撃。戦死による二階級特進で最終階級は海軍大佐。1906年11月20日、千葉県桜町に海軍機関大佐、比害秀次郎の三代蔵女の次男として生まれる。1924年3月、 旧制桜中学を卒業し、当時、大陸熱が盛んだったこともあり、上海の東亜道文書院大学に入学したが、彼の考えと現実は一致せず、一年時の夏休みに、日本へ帰ったままで再び上海には戻らず、海軍兵学校へ進んだ。23期飛行学生を経て、大港空、鹿のや空に勤務。シナ事変開始以来、中止戦線での彼の爆撃業は、 数十回に及び、輝かしい戦果を挙げた。1941年11月、霞空飛行隊長、1942年12月、701空飛行長として、ラバウルに赴任。その飛行技術は、全軍から称えられるまでになり、被害式爆撃砲を生み出し、ガダルカナル島や干爆撃を指揮した。1943年1月19日、96、 式陸上攻撃機に登場して、レンヌル島沖海戦に参加、撃墜され戦死した。被害の死を聞いた、軍令部のある参謀は、少佐を失ったことは、戦艦、道の区が沈んだよりも、もっと痛手だと嘆いたという。被害の死はしかし、ガダルカナル島の陸兵救出の突破口を切り開いた。被害の戦死はしばらく被されていたが、1 9 4四年五月十九日に、 全軍に告知され、二階級特進して、海軍大佐に任せられた。生まれ故郷の千葉県桜町では1945年3月に、町葬が行われた。ありがとうございます。